ジムソープ、ジムソープ、ジャクバス・フランシスクス・ジムソープ、1888年5月28日から1953年3月28日は、陸上競技、野球、アメリカンフットボールなどで幅広く活躍したアメリカのスポーツ選手。サックフォックス属インディアンで、部族員としての名は、輝ける道を意味するワサハク・ワズフークという、 ソープの青年がつき、本名、民族的背景についての情報は広範囲にわたっている。彼の生まれたインディアン居留地では出生証明が見つからなかった。公式には、オクラホマ州プラハ近郊で、双子の弟と共に1888年5月28日に生まれたとされた。カトリック教会で彼は、ジェイコブ・フランシス・ソープ、弟はチャーリーと名付けられた。 ソープの両親は共に根結でカトリック教徒であった。父親はアイルランド移民の父とサック・アンド・フォックス族の母を持ち、母親はフランス移民の父とポタワトミ族の母を持つ。ソープはサック・アンド・フォックス族のワズ・フーク、雷の偉大な光に照らされた道、あるいはもっと簡単に輝ける道として成長した。ソープは弟チャーリーと共に オクラホマ州、ストラウドにあるサックホックス族学校に通ったが、9歳のトキチャーリーは肺炎で死亡し、その後ソープは何度か学校を逃げ出した。父親は彼を再び逃げ出さないように、カンザス州、ローレンスのハスケルインディアン大学に送った。2年後に母が出産の際の合併症で死亡し、失意のソープは、 と何度か言い争った後馬牧場で働くために家を出た。1904年、ソープは父に連れ戻され、ペンシルベニア州、カーライルのカーライルインディアン工業学校の指導を受けた。しかしその年、ソープの父は狩猟中の負傷から餌にかかり、死亡してしまった。このためソープは学校を辞めて農場で働き、数年後、カーライルインディアン工業学校に復学した。 ソープは1907年にカーライルで陸上競技選手としてのキャリアをスタートさせたと伝えられている。普段着のまま走り高飛びで5ヒート9インチ、約175センチメートルを飛んでみせた。彼は試みた、スポーツすべてで素質を示し、1912年には社交ダンスの大学選手権で優勝した。当初彼は身長5ヒート、体重は100ポンドに満たなかった。 二年後に身長6フィート体重180ポンドまで体を成長させた。ポップワーナーはソープのような優れた陸上競技選手にフットボールのような肉体的な競技をさせることをためらっていた。しかしながらソープは自身を学校チームのディフェンスと対戦させるようにワーナーに申し出た。ワーナーはソープが簡単にタックルを受けて諦めるだろうと考えた。ソープは 縦横無尽に走り回り、一度ならず二度もディフェンスを振り切った。ソープはワーナーに歩み寄り、ボールを引きながら誰もジムにタックルできなかったと言った。1907年当初アルバート・ペインが先発ハーフバックであり彼は控えだったがペインが負傷したため彼は出番を与えられるようになった。ペンシルベニア州立大学戦で出番を与えられた。 彼は2プレー目で75ヤードのタッチダウンを上げさらに2タッチダウンを上げる活躍を見せた。彼はランナーとしてだけでなくブロッカー、タックラー、キッカーとしても実力を発揮した。1908年に彼はオールアメリカンのサードチームに選ばれた。この時代彼は陸上競技でも総高飛びで6フィート5インチ、総幅飛びで23フィート6インチ。 砲丸投げで47フィート9インチ、槍投げで138ヤード、棒高跳びで10フィート8インチ、100ヤード走で10秒、120ヤードハードルで15秒、440ヤード走で51秒の成績を残した。1911年、この年彼の体は6フィート1インチ、190ポンドまで成長していた。 開幕戦でわずか17分の間に3タッチダウンにエクストラポイントを上げ、その後、サイドラインに止められた。セントメリーズ大学戦でも3タッチダウンを上げた。続く競合のピッツバーグ大学戦では、多くの者が、ピッツバーグ大学がカーライルを粉砕すると予想したが、彼活躍により17から0でカーライルが勝利した。全米で注目された、ハーバード大学。 ランキング1位との対戦でソープは、ランニングバック、ディフェンシブバック、プレースキッカー、パンターとして、出場、4フィールドゴール、最後に50ヤードの決勝 FG を決めている。1タッチダウンを成功させて、チームの全得点を叩き出し、18から15で勝利を収めることに貢献した。翌、シーズン、彼のところ属するカーライルのチームは、全米大学選手権で優勝した。 ディッキンソン大学との試合では、アメリカンフットボール史上最長となるタッチダウンを決めた。ゴールポストより、後ろからパントを蹴ろうとした、ソープ、当時のフィールドには、エンドゾーンがいましなかった。絵のセンターからのスナップが彼の頭上に向けられるほど、高いものとなった。ボールを受けた、彼は次々とタックルをかわし120ヤードを、走りタッチダウンを上げた。 1912年シーズンだけで彼は25、タッチダウン198得点を記録した。陸軍士官学校チームに27から6で勝利した試合では92ヤードタッチダウンランを見せたが、ペナルティで取り消し5ヤード罰対した次のプレイで97ヤードのタッチダウンランを決めてみせた。このプレイを決めた後、彼はチームメイトに対して史上最長タッチダウンだ。 189ヤードのタッチダウンを上げたぞ、とジョークを述べた。このシーズンにソープと対戦した後の大統領のドワイト・ディ・アイゼンハワーは1961年に次のように改装している。古今東西、最高の才能を授けられた人間は何人かいる。私が思いつくのはジムソープである。彼は生涯練習せず、 私が今までに見たいかなる他のフットボール選手よりも優れたプレーができた。1911年から1912年シーズン、アメリカンフットボールのオールアメリカのファーストチームに選出された。アメリカンフットボールはソープの最も好きなスポーツで陸上競技には時々出場するのみであった。しかし陸上競技はソープが最高の名声を得るスポーツとなった。 1912年の春にオリンピックを目標にしたトレーニングを始めた。当初は向けられる努力は幅飛び、ハードル走、砲丸投げに限られていたが、棒高飛び、槍投げ、円盤投げ、ハンマー投げのトレーニングも行った。ソープは5種競技と10種競技のアメリカ代表選考会に参加し、ニューヨークのセルティックパークで行われたオリンピック代表選考会で彼の万能な力は、 すべての種目で好成績を残し、スウェーデン行きを決めた。代表のチームメイトには後に、国際オリンピック委員会、IOC 会長となるアベリー・ブランデージもいた。1912年の、ストックホルムオリンピック陸上競技では総幅跳び、総高跳び、五種競技、十種競技の四種目に出場した。7月7日、最初の種目五種競技に出場。 総幅跳びは7メートル07センチメートルで1位、槍投げ46メートル71センチメートルで3位、200メートル22秒9で1位、円盤投げ35メートル57センチメートルで1位、1500メートル4分44秒8で1位と圧倒的な成績で優勝した。同日、総高跳びの予選に出場、1メートル83センチメートルを飛んで、 翌日の決勝へ進んだ。決勝では1ル8 7トルまで順調にクリアしたが1ル8 9トルの試技で3回失敗、4位タイとなった。7月12日の総幅跳びでは6ル8 9トルで7位に止まった。7月13日から10種競技に出場、1 0 0ル1 1秒2で3位、タイ。 総幅飛び6メートル79センチメートルで3位、方眼投げ12メートル89センチメートルで1位、2日目の総高飛び1メートル87センチメートルで1位、400メートル五52秒、2で4位、円盤投げ36メートル98センチメートルで3位、110メートルハードル15秒、6で1位、3日目の棒高飛び3平方メートル5センチメートルで3位、対、 やり投げ45メートル70センチメートルで4位、1500メートル走4分40秒、1で1位、合計ポイントは8412.955で、世界新記録2位に700ポイント近い大差をつけて優勝した。表彰式にて、スウェーデン国オーグスタフ5世から5種競技の金メダルを、ロシア皇帝ニコライ2世から10種競技の金メダルを、それぞれ授けられた。 グスタフ五世はソープに、あなたは世界最高のアスリートだと声をかけ、ソープはありがとうございます。陛下と答えたという。ソープの功績は母国アメリカでも見逃されることなく、ニューヨークのブロードウェイでパレードをする栄誉によくした。彼は後に回想している。私は人々が私の名前を大声で言っているのを聞いた。そして一人の男がどのようにして、 多くの友人を持つことができたかが実感できなかった。また、ソープは陸上競技への出場とは別に、このオリンピック中に行われた野球のエキシビションマッチに出場した。これは陸上アメリカ代表チームが2チームに分かれて2試合行ったもので、ソープはこのうちの1試合に出場した。ストックホルムオリンピックで勝利を収めた後9月2日に、ソープは 全米体育協会選手権に出場するため、アイリッシュ、アメリカンアスレチッククラブの本拠地である、ニューヨーククイーンズクのセルテックパーク、ソープがその4ヶ月前に、オリンピック大会出場権を得た場所に戻ってきた。エックのブルーのプロと、プリンストン大学のジェブレディマスと競った末10種目中7種目を制し、残りの3種目も2位となった。 7476ポイントは1909年にマーチン・シェリダンがセルティックパーで記録した7385ポイントの記録を更新するものだった。オリンピックで通算5個のメダルを獲得したシェルダンは自身の記録が更新されるところを目の当たりにし、試合後彼に近づいて彼の手を取り次のように述べた。ジム、君は素晴らしいアスリートだ。 私は君より素晴らしい選手に出会うことはないだろう。また、シェルダンは、ニューヨークワールドの記者に、ソープは、今までで最も優れたアスリートだ。彼は五十の方法で私を任す。私の全盛期でも今日のような成績は残せないだろう、と語った。1913年、オリンピックに参加する運動選手にとって、アマチュア主義に関する厳しい規則が発行した。 何らかの大会で賞金を受け取った者、スポーツの教師、過去にプロ選手と対戦した者は、アマチュア資格を喪失した者として、競技会から締め出された。1913年1月下旬、アメリカの新聞はソープが過去にプロ野球でプレーしていたことを記事にした。最初に報じた新聞がどこかは、はっきりしないが、マサチューセッツ州のウースターテレグラムがクープを掲載している。 ソープは1909年と1910年に、プロ野球マイナーリー級東カロライナリーグのロッキーマウントとフェイエットビルで、計89試合に出場し、最低1試合2ドル、現在の貨幣価値で約47ドルから最高1週で35ドル、約822ドル程度の報酬を受け取った。実際、当時の大学生は夏休みに、 プロ野球でアルバイトをするケースが多々あったが、その大部分は、ソープと異なりカナを用いてプレーしていた。ソープの過去について講習は問題視しなかったが、全米体育協会、特に長官のジェームス・エドワード・サリバンはこの問題を非常に重要視した。ソープは、プロ野球でプレーした事実を認めて、サリバンに所管を提出した。私は、単なるインディアンの一学生であり、 そのような規定があることは全く知らなかったことで、あるから免責されることを願っています。実際、私は悪いことをしているとは思っていなかった。何人かの大学生が金を使って私と同じように、プロ野球でプレーしていたから。しかしこの弁明は効果をもたらさなかった。AAU は、ソープのアマチュア資格を過去に遡って撤回することを決め、国際オリンピック委員会にも、 同様の措置を取るよう要請した。その年の後半、IOC はソープがプロ選手であり、アマチュア資格を喪失しているものと認定し、彼のオリンピックのタイトル、メダル、および賞を剥奪することを全会一致で決定した。彼の剥奪されたメダルは、その後ローザンヌの IOC 本部に保管された。ソープは報酬を受けて、野球をしていたが、AAU と IOC は、 資格剥奪のルールに則っ,ってはいなかった。1912年オリンピックのルールブックでは、抗議は閉会式から30日以内に行わなければならなとされていた。この問題が報道されたのは1913年1月下旬であり、ストックホルムオリンピックの閉会式から6ヶ月も経過している。またソープのアマチュア資格については、オリンピックのずっと前から疑問が呈されていたにも、 かかわらず、AAU は報道されるまでこの問題を無視していた。この事件で、ソープにとって、救いは、プロ選手であると決定されたことが報じられるとすぐに、プロスポーツチームからオファーがあったことである。保留条項の時代において稀なフリーエージェントとして、ソープにはプレイする、野球チームを選択する権利があった。ソープは、シカゴホワイトソックス、セントルイスブラウンズ、 シンシナティレッツからのオファーは拒否し、ニューヨークジャイアンツと契約した。この年の10月にジャイアンツとホワイトソックスが帯同して行ったワールドツアーに参加した。合衆国を横断し、世界中を回る巡業でソープは一番の有名人であった。ツアーで訪れた各所でソープの名前が宣伝効果をもたらして入場料収入を増加させた。ツアー中に ローマ教皇や最後のエジプト総督と面会、ロンドンではジョージ5世をはじめ2万人の観客の前で試合を行い、またローマのコロッセオで仲間とレスリングをしているところを映像に映せたりもした。この時の映像は現存することが知られている。1913年にジャイアンツと契約し、外野手としてプレーしたが3シーズンで66試合の出場に止まり、 195、1本類だ、5打点と活躍できなかった。1916年は、マイナーリーグ、アメリカガソシエーションリーグのミルウォーキーブルワーズで、プレーした1917年にメジャーに復帰したが、4月23日に、シンシナティレッツへトレードされた。5月2日、レッツのフレットド・ドニーとシカゴ・カブスのヒッポ・ボーンが9回まで、ノーヒットで投げ合った、ダブルノーヒッターで、 延長10回に決勝点を挙げた。8月18日に再びジャイアンツにトレードされた。1919年5月21日にボストンブレーブスへトレードされ、メジャーリーグでの出場はこのシーズンが最後となった。通算289試合に出場し698打数176安打、7本塁打、82打点、29盗塁、打率。 252、その後1922年までマイナーリーグでプレーを続けた。一方ソープは好きなアメリカンフットボールでもプレー1913年にインディアナ州パインビレッジのチームでプレーした。このチームは1910年代に数年間対外試合無敗を続けた競合チームであった。1915年には 関東ブルドックスが1試合250ドル、現在の貨幣価値で約5400ドルという当時としては破格の待遇で契約を結んだ。ソープ入団前には関東の観客動員は1試合平均1200人だったが、ソープが初めて関東の選手として出場した対、マシロン戦では8000人を集めた。1916年、ソープ要する。 カントンブルドックスは9勝0敗1引き分けでオハイオリーグを制し、さらに1917年、1919年も優勝した。伝えられるところによると、1919年のチャンピオンシップ戦で、自陣5ヤード地点から風に乗って95ヤードのパントを成功させて試合を終わらせた。1920年、カントンブルドックスは、 アメリカンプロフェッショナルフットボールアソシエーションを形成する14チームの一つとなった。アプファは2年後ナショナルフットボールリーグとなる。ソープはアプファの初代会長に選出されたが、実際は関東でのプレーに専念し、1年後にはジョセフカーが公認の会長となった。また、関東ではプレイするだけでなく、ヘッドコーチとしてもチームを率いた。 1922年から1923年、ソープは、ラルーのオーラングインディアンス、チーム、全員がインディアンでプレーした。1922年は3勝6敗、1923年は1勝10敗と、振るわない成績で2シーズンでチームは解散した。ソープ自身は、グリーンベイプレス、イコールガゼット社選定のオールプロに選ばれた。 NFL 公式のオールプロチームは1931年からで、それまでのグリーンベイプレスイコールガゼット社選定によるオールロワートに NFL 公式に認定された。ソープは NFL のチャンピオンチームでプレーする機会はなく、1928年41歳で引退するまで、計6チームで52試合に出場した。2005年まで、 ジムソープがバスケットボールをプレイしたかどうかについては全く知られていなかった。しかしこの年古書で発見されたチケットはバスケットボールのソープのキャリアをメーラにした。ソープは1926年まで野球、アメリカンフットボールバスケットボールの巡業チームを支援するラルーにおいて代表的なインディアン選手であった。ジムソープと彼の世界で有名なインディアンは少なくとも2年間、 ペンシルベニア州、ニューヨーク、および、オハイオ州マリオンの地域で、地方巡業を行った。ワフィーバスケットボールのユニフォームを着たソープの写真が、絵はがきとして発売されたり、新聞に掲載されたり、したが、ソープのこの時期の記録が残っていない。1913年に、カーライルで出会ったアイバミラーと最初の結婚をし、4人の、 子供を設けたが1925年に離婚した。1926年にフリーダ V ・イカークパトリック、1905年9月19日から2007年3月2日と結婚した。彼女はソープがオハイオの野球チームで監督兼選手をしていた時秘書として働いていた。4人の子供を設けたが1941年に離婚した。 その後三番目の妻であるパトリシア・アスケウと結婚した。スポーツ選手を引退した後、ソープは家族を養うために苦闘した。スポーツとは関係ない仕事をいくつもしたが、どれも長続きしなかった。大恐慌の時期には映画のエキストラとして、西部劇のインディアン州長役を何度か演じた。その他、建設作業員、警備員、用心棒、1945年には、 アメリカ合衆国商船に加わった。人生のご半生は慢性のアルコール中毒にかかっていた。1950年代には生活は困窮し、1950年に更新癌のため入院した際にはチャリティーケースとして認められた。記者会見で妻のパトリシアは涙ながらに語った。私たちは一文なしです。ジムには過去の栄光と名声しかありません。 彼はお金を家族のために使い与えました。しばしば作詞もされました。1953年の初頭、ソープはカリフォルニア州ロミータの自宅で妻パトリシアと食事中心臓発作を起こした。人工呼吸により一命を取り留めたがその後意識不明の渋滞に陥り3月28日に死去した。ソープはのように アメリカインディアンとヨーロッパ系移民の双方の血を引いている。彼の業績はアメリカで人種差別が激しい時期に成し遂げられた。しばしばメダルの剥奪が人種に由来するものと示唆された。これを立証するのは難しいが当時世論はこの視点を主に反映していた。ソープが金メダルを獲得した時代はすべてのインディアンが 合衆国市民とみなされているわけではなかった。合衆国政府はヨーロッパ系アメリカ人がすべてのアメリカインディアンを市民とみなすよう情報することを望んでいた。1924年に初めてすべてのアメリカインディアンに合衆国市民権が与えられた。ソープがカーライルの学校に通っているとき、学生の民族性はマーケティング目的に使用された。 さらに学校やジャーナリストたちはしばしばスポーツを白人とインディアンの構造になぞらえた。インディアンが27対6で陸軍主管学校の頭皮をハグとかジムソープを暴れといった新聞の見出しはカーライルのフットボールチームに属するインディアンのプレーをチンプにした。ニューヨークタイムズでソープが初めて紹介された時の見出しはオリンピック選手のインディアン。 ソープカーライルから来た赤い肌の男はアメリカ代表となるため努力するだろうというのだった。彼の成功については新聞やスポーツジャーナリストによって生涯人種と絡めて語られた。長年にわたりソープの支持者たちは彼のオリンピックでのタイトルを回復させようとしてきた。アメリカオリンピック委員会委員、1952年から1972年まで。 国際オリンピック委員会会長でかつてソープのチームメイトであったアベリー・ブランデージはこれらの運動を跳ね付け、一言、無知は言い訳にならないと語った。最も固執したのは作家のロバート・ホイーラーとその妻フローレンス・リドロンであった。彼らは1913年の AAU と米国オリンピック委員会の決定を覆してソープのアマチュア資格を復させるのに成功した。 1982年にホイーラーとリドロンはジムソープ財団を設立しアメリカ合衆国議会から支持を獲得した。彼らは当時ソープの資格剥奪がオリンピック規則で許容された閉会式から30日間の期間の後に行われたことを立証し、1982年10月に IOC 理事会はソープの権利回復を承認した。ただし、 当時繰り上げで金メダルを獲得した五種競技のフェルディナンド、BE ・ビー・イー、十種競技のフーゴ・ウィースランダーともに繰り下げずにそのままとし、ソープも金メダルを獲得したものとした。1983年1月18日、IOC はソープの二人の子供に記念メダルを送った。ソープが1912年に受け取ったオリジナルのメダルは博物館に保管されていたが、 東南にあってあと行方不明のままである。彼の名前が付けられたペンシルベニア州の町ジム、ソープには五種競技の表彰式にて、スウェーデン国王グスタフ五世からかけられた、あなたは世界一偉大な運動選手ですという言葉を引用した、記費が残されている。ここにあるソープの墓は、故郷オクラホマの土と、1912年に金メダルを獲得した。 ストックホルムの競技場の土で築かれている。ソープの業績は、その生涯、死後にわたり、スポーツジャーナリストから称賛された。1950年、AAP 通信が、スポーツ記者を対象にしていった、20世紀前半の、最も偉大なアメリカンフットボール選手投票で、トップに選ばれた。また、20世紀前半の最も偉大な運動選手。 投票においてソープは252票を獲得2位のベーブルースの86票に大差をつけての1位であった。a p 通信は1999年に20世紀の最も偉大な運動選手でベーブルース、マイケル・ジョーダンに次いで第3位にソープを選出した。また、ESPN は20世紀の北米スポーツ選手ランキング第7位に選出した。 1963年、オハイオ州関東に新設された、プロフットボール殿堂に最初に入道した17人のうちの一人となった。殿堂内の円形ホールには、ソープの銅像が飾られている。さらにソープは、カレッジフットボール殿堂、アメリカオリンピック殿堂、アメリカ陸上競技殿堂入りも果たした。リチャード・ニクソン大統領は、 アメリカ合衆国上院合同決議第73号を受けて1973年4月16日をジムソープ記念日とする宣言を行った。1986年にはカレッジフットボールの年間最優秀ディフェンシブバックに与えられるジムソープ賞が設立された。1993年からは彼を記念し、その名を冠したソープカップ陸上競技会。 が開催されている。ソープの妻パトリシアは、ソープの死後オクラホマ州政府が彼を記念する施設を建設しないことに立腹していた。パトリシアは、ペンシルベニア州の小さな町モックチャンクとイーストモックチャンクが産業を誘致しようとしているのを聞きつけ取引を持ちかけた。寮長は、ジムソープの記念碑と墓地を建設、また合併して、彼の名をいただくこととした。 なお、ソープ本人がこの地を訪れたことはない。2010年6月、ソープの息子ジャックが、ソープの遺骨を、故郷オクラホマに戻したの親族と一緒に、再埋葬する、要先住民墓地保護、相関法を引用し、自治体を相手取って、訴訟を起こした。1930年代、ソープは、数編の短編映画と、長編映画に出演した。通常、 彼の役どころは、インディアンとしての顔見せであったが、1932年のコメディ映画オールウェイズ i t k i では、若い選手にドロップキックを教えるコーチ役を演じた。1931年代教皇のさなか、ソープは、自伝映画の上映権を1500ドル、現在の貨幣価値で約2万1000ドルで売却した。この映画には年と年の、 オリンピックの記録映像が含まれていた。ソープはいくつかのロングショットで見られた。あるシーンではコーチのアシスタントとして登場していた。イギリスでもブロンズの男として上映された。1951年公開のジムソープオールアメリカンワーナーブラザースは主人公ソープ役をバートランカスターが演じた。ソープが映画からお金を全く受け取らなかったという説があるが、 ワーナーブラザースから1万5000ドルを受け取ったのに、加えて年金として2500ドルの寄付を受けた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。